コウズカの皆さんごきげんよう、ジェネです。このチャンネルは様々なカルチャーの家庭とコウズの横糸で繋いでいく、永遠のコウズカの皆さんのためのチャンネルです。こちらのチャンネルではですね、過去に海外のキャストドールについていろいろお話をさせていただいていて、キャストドール入門講座ではキャストドールの仕組みや音階方法、キャストドールメーカー紹介では海外にどういったメーカーがあるかっていった、まあ、ご紹介みたいなのを、させていただいてたんですけど、実はですね、その続編ということで、じゃあお人形をお迎えしたはいいけど、その人形のグッズをどこで買えばいいんだろうっていう方に向けてですね、リクやアイ、お洋服などこんなとこで買えますっていうショップやイベントなどのご紹介をしてみたいと思います。まあ、お人形をこんな風にカスタムしたいのになかなかこう思い描いたアイテム巡り合えない、そんな方へのヒントになればと思っております。それではレッツゴー。ではまずですね、いろいろショップやイベントをご紹介する前に、そもそもそういったグッズ、どこが誰が作ったり販売してるんだろうという大枠な枠組みみたいなのをちょっとご紹介したいなと思っていて、まあこれを知ることでこうどういったルートがあるのかっていうのをこう把握しやすくなるかなと思うんですけど、まあ個人的には大雑把に分けて、まあ大体4種類ぐらいに分けられるかなと思っていて、1つ目限定品、2つ目ドールメーカー品、3つ目グッズ専用メーカー品、4つ目個人作家のお品。まあ私個人は大体この4つの枠組みで捉えてお買い物とかをしているんですけど、まず1つ目の限定品についてですね、キャストドールの世界限定ドールというのが結構あるんですけど、それどういうことかっていうと、こうオーダー期間の間にこう受注を受けてですね、その受注の数だけしか作らないとか、そもそも限定何体しか作っていなくって、抽選でごくわずかな数名の人にそれを購入する権利が与えられるとかですね、まあ、結構そういう限定ものっていうのがたくさんある世界なんですね。でまあ大体そういう限定ドールって、まあ、特にそのアニメとかとコラボしたキャラクタードールとかはですね、ウィッグとかアイ、お洋服とかって全部あらかじめコーディネートをされてるんですね。でもその鼻からセットになったのを丸ごと買うっていう形になってるのがほとんどなんですね。なのでまあ例えば最近だとドルクとローゼンメイデンがコラボして主人公のシンクのキャストドールが発表されていましたけど、あれはもうあのままセット販売っていう形なので、シンクの特徴的な赤いボンネットとかクラルイっぽいワンピースの服とかですね、あとまあ青の目、金の縦ロールのウィッグ、ああいったグッズをそれぞれ別々には購入はできないんですよね。そういうなんかその限定ドールとセットになっている限定アイテムっていうのも一つ目の私は限定品っていう風に捉えています。で二つ目のドールメーカー品はですね、キャストドール本体の素体を作っているドールメーカーがアイテムも別で作っているっていう、まあお品のことをですね、まあ、例えば何でもいいんですけど、韓国のドデカメーカールツさんをちょっと見てみますけど、このルツドールデルフっていうのが素体の項目になるんですけど、横にですねドールズアイテムっていう項目がありますね。ここにですねウィッグ、お洋服、靴、アイとかですね、まあこういうアイテムの項目がありますね。例えばウィッグで見てみると、このヒートレジスタントファイバーズ、つまり耐熱ウィッグと、あとモヘアウィッグですね、もうちょっとボリュームのあるウィッグと2つ項目があって、まあ適当に耐熱ウィッグとか見てみますけど、こういう感じでいろいろウィッグが販売していますね。これはお人形とセットで売ってるんではなくて、例えばこれだと赤い髪の毛単体で販売しているっていう項目になりますね。合わせてお洋服も、スーパーシニアからバーっと下がって、オービッツ11まで。これはですね、ルッツで販売しているお人形のサイズに合わせて、いろんなサイズのお洋服があるっていう形なんですけど、このスーパーシニアの、70センチのセットとかで見てみると、まあ、こういう感じで、セット販売されている、上から下まで全部まとめて買えるっていうお洋服のセットがありますね。セットじゃなくても、例えば70センチだったら、トップ上だけとか、ボトム下だけとか、別々で販売されているお洋服もある感じです。やっぱりこういうキャストドールの素体自体も作っているドールメーカーのアイテムを買う強みっていうのは、サイズミスが起こりにくいことだと思うんですね。やっぱメーカーによって頭の形、ボディの形ってその特徴があるので、例えば何回もこれ紹介している、うちにいる、黒火のイース B タイプというお人形なんですけど、黒火というメーカーのお人形、ちょっと他のボディはちょっとわかんないですが、少なくともこのボディですね、M ラインという60センチ台のこう結構大きめのボディなんですけど、黒火の
M ラインってめちゃくちゃこの胸周りが大きいんですよ。胸筋が巨乳なの。なので一回黒帯じゃないメーカーのお洋服を買った時にここの前のボタンが閉まらないっていうことがあったんですよね。今これ閉まってないのはこういうデザインの服なんですけど、でも人形の素体のメーカーと人形のお洋服のメーカーを合わせると、まあ、そこのメーカーのお洋服とか、まあ、その目とかウィッグとかのアイテムっていうのは、その自社の人形のサイズに合わせて作っているので、そのボタンが閉まらないとか、ちょっとウィッグが浮いちゃうとか、そういうサイズミスが起こりにくいっていう利点はあります。ただそのメーカーによっては、あんまりそのアイテム、グッズ類ですね、充実していないとか、そもそも人形素体しか作っていなくって、アイテムあんまり販売していないっていうメーカーさんもありますので、ちょっとこの二つ目のドールメーカーのアイテムっていうのはですね、ちょっと大きいドールメーカーの特権っていう感じがしますね。あまりその小さいドールメーカーさんだとアイテムは販売していないっていうことが多いです。例えばその黒帯とかもそこそこまあ有名なメーカーなので、結構そのアイテムは売ってはいるんですけど、私の好きなこういうなんですかね、こうファンタジックな衣装っていうのはあまりなくって、黒帯さんはそのカジュアルめのアイテムがメインなので、私はやっぱり黒帯ではなくて他のメーカーでお洋服とかを買っちゃいますね。三つ目のグッズ専用メーカーっていうのはですね、人形の素体は作っていないんだけど、いろんな人形のサイズに合わせて、こう、グッズを展開させているっていう、キャストドール向けアイテムに特化したまあメーカーさんっていう感じですね。四つ目の個人作家さんはですね、まあ、いろんなそのアーティストさんとか、あとまあドールオーナーさんが個人で作っていらっしゃる、まあ手作りのアイテムになってきます。で、まあ、こうしたアイテムはですね、まあ、ちょっと1の限定品はなかなかないですけど、2つ目のドールメーカー品、3つ目のアイテムメーカー品、で、4つ目のその個人作家さんのお品。こういったいろんなグッズが代理店だとか、いろんなイベントで、まぜこぜになって販売されているっていう感じになっています。では、具体的にどういったところで売られてるかっていうお話をしていきたいと思います。まず代理店からご紹介したいんですけど、まあ、いろんな代理店ですね、いろんなその、扱ってるアイテムの特色とかあるんですけど、できるだけその幅広いサイズとか、まあ、オールジャンルなアイテムの種類を取り扱っている代理店の中から3つ、まあ、いろんなタイプのドールオーナーさんにとって使い勝手がいいかなっていうところをご紹介しておきたいと思います。1つ目はですね、中もすでにあの動画でご紹介してるんですけど、このドルクという代理店のサイトになります。ドルクは以前ご紹介した通り、こちらに4つ項目があると思うんですけど、実店舗もありますね。秋葉原のラジオ会館店、同じ秋葉原の東京店で、大阪の日本橋の方にある大阪店、あと、愛知の名古屋にある名古屋店ですね。この実店舗に行くとですね、実際に3つまでだったかな、ちょっと制限はあるんですけど、試着っていうこともできますので、まあ、サイズとかですね、お人形に実際に着せた時の雰囲気とかを確認したいっていう方はこの実店舗に足を運んでもいいかなと思います。で、ここのドールという項目はですね、実際のお人形の素体を売っている項目になるんですけど、ここのウィッグ、アイ、シューズ、アウトフィット、アクセサリー、ツールなどはですね、人形に関連したアイテムを販売しているところになります。例えばこのウィッグという項目をクリックしてみますけど、こういう感じでですね、人形の頭のサイズに合わせていろんなウィッグを選べて、あとまあ素材とか長さとか、髪の形ですね、カールなのかまっすぐなのか、もっとこう波打ってるウェーブなのか、前髪があるのかないのか、あと色とかですね、全部絞って、こういう感じでいろいろ好みのウィッグをこう絞って検索できるという形になっています。あるいはこのアイですね、見てみますけど、アイもですね、こう形が、どういったものなのか、普通の瞳孔のあるものなのか、瞳孔がないものなのか、動物っぽいものなのか、もっと装飾が入ったもの、アニメっぽいものなのか、で、あとまあサイズもこう人形のヘッドに合わせて選べるっていう感じですね。素材とかまあ色とかも全部こう絞って検索できるという形になっています。それからまあアウトフィット、つまり洋服とかでも見てみますけど、やっぱりですね、このサイズ、色、あと柄とかですね、あと男の子用なのか女の子用なのか、いろいろこう絞って検索ができますので、やっぱり代理店サイトの良さっていうのは、自分好みの洋服をいろんなメーカーを網羅して調べられるっていうのが代理店サイトの強みになってきます。二つ目に紹介したいのはこのフルムセンという代理店のサイトですね。こちらはですね、こういう感じでトップページに入ると、こう例えば今の時期だったらハロウィンとか浴衣とか、こう季節によって特集を組んでもらっているので、例えばハロウィンの項目で検索するとこういう感じでですね、ち
ょっとホラーっぽかったり魔女っぽかったり、ちょっとコスプレ風の衣装が特集されていたりとか、ここの左側のメニューを見てもですね、季節ごとのこう新商品とかを紹介してもらったりとか、結構特集でいろいろ衣装がまとめられているのが特徴的な代理店ですね。線はですね、本当に扱っている品の数が多くって、例えばこの洋服だけで見てしまうと、例えば女の子のカジュアル服だけでこの600何点とかあるんですよね。なのでまあちょっと大雑把にサイズとかで調べるよりは、こういう特集とかからですね調べるった方が絞ってピンポイントで調べられるかなと思います。セイさんの特徴はですね、お洋服とかウィッグとかもたくさんあるんですけど、結構ですねこの背景布とかも多いのが特徴ですね。あの背景布っていうのは、あの撮影の時に使うあのバックグラウンドの布のことですね。あの大きな布にこういう感じでいろんなこう絵柄のプリントがされていて、こう写真撮影をした時にですね、まあ、これを後ろに引くとすごい雰囲気が出るっていう布なんですけど、それがすごいあの数多く取り扱いしているので、これも13ページありますね。人形のサイズに合わせて L、M、S、LL、SS とかいろんなサイズがあるんですけど、こんな感じですね、150枚、175枚みたいな感じですごいたくさんの取り扱いがあるので、まあ私も背景布は結構線で買ったりしていますね。あと線もですね、実店舗があの秋葉原にありまして、あの自分の目であの実物を確認することもできるようになっています。個人的に印象としては、さっきのあのドルクとかは素材を買う時にも結構安心して買えるかなっていう代理店ではあるんですけど、線もですねドルの素材は扱ってるんですけど、衣装とかウィッグアイとかそのアイテムの取り扱い数がもう線はこう圧倒的に強いというか、数が多いかなっていうイメージをまあ個人的には持っている代理店さんになります。3つ目はですね、このドールショップエデンというサイトですね。こちらは公式サイトになりますので、通販はこのオンラインショップという項目になるんですけど、こんな感じで横にドール服のいろんな、さっきの線のメーカーもありますね、いろんなこうメーカーがあって、まあドール本体も扱っているという代理店のサイトになるんですけど、まあこちらはですね、まあ一応韓国のメーカーも扱ってるんですけど、ほとんど中国のメーカー特化の代理店サイトになります。この服本体の他にウィッグとかですね、あとアイ、靴、下着、靴下、アクセサリー、パーツと、まあ、いろんな、あとキャリーバッグとかも扱ってますね。こういった、まあ、普通の代理店にあるいろんな項目が扱ってるんですけど、やっぱりここのメーカーがですね、エンジェルスタジオにしろ、線にしろ、レジェンドドールとかですね、中国系のメーカーが多いかなという印象ですね。背景布もまあ一応扱ってはいるんですけど、まあ、この1ページくらいですかね。こんな感じですね。まあ、さっきの線とかよりはちょっとまあ取り扱い数は少ないかなという感じです。で、こちらのドールショップエデンもですね、福岡県に実店舗があるそうで、実際実物の商品を見たりとか、あと、ドールショップエデンさんは撮影ブースも並列してるのかな？そのお店でですね、予約をすることで、ドールの撮影ブースもあの借りられたりとかするようです。それでは次にですね、個人作家さんのアイテムとかもたくさん集まる様々なドールアイテムが大集結するイベント即売会もいくつか紹介しておきたいんですけど、まず一つ目がですね、ドールショーという即売会ですね。これは1998年から年に3、4回開催されているイベントで、直近だとここに書いてありますね。2020年9月20年に、都立産業貿易センター浜松町館で、開催が予定されています。まあ、ドールイベントのその草分け的存在っていう、まあ一番結構古いイベント即売会かなっていう感じで、内容としてはまあキャストドールから、リカちゃん人形とかブライス人形までですね、幅広いジャンルのそのドールメーカーとか、あとまあ個人作家さんが、作家、展示販売を行っているイベントっていう感じですね。で、まあちょっとターゲットの中心としては、どっちかっていうとまあ、海外メーカーよりはその国内の人形かなっていうイメージを、まあ個人的には持っています。でですね、私が結構紹介してるその海外のキャストドールのメーカーの大祭典としてはですね、こちらのドールズムプラスっていうイベントの方がちょっと強いかなっていうイメージは持っています。こちらですね、年に1回東京あるいは大阪で開催されているイベントでして、で個人作家よりは企業メインのイベントになっています。
ここにあるようにですね、まあ、ルツとかもありますね。ミヤミョウとか、リングドール、ローゼンリード、クロビとかありますね。ブルーフェアリーとか。こんな感じで、もう数々のもう著名な海外の企業メーカーがですね、もう大集結しているので、海外キャストドールファンにはもうたまらないイベントなんですね。ただこちらですね、今ここに書いてあるのが2018って文字な通りですね、2019年と2020年開催されていないんですよね。まあ、それでですね、2019年、ちょっとより運営方法の見直しのため、2020年はですね、まあ、ちょっと特に理由は書いてないですけど、コロナなのかな、見送ることといたしましたって書いてある通りですね、ちょっとここ2年開催されていないので、まあ、来年の2021年どうなるかなという感じで、ちょっと今後の開催の見通しが立っていなくって、まあ、来年こそは開催してくれ。もう一つ大きい祭典は、このアイドールというイベントですね。こちらはですね、年10回程度、東京、大阪、名古屋あたりで開催されていて、まあ、開催頻度が一番高い、イベントになってるかなと思います。こんな感じで、東京、大阪、名古屋と書いてあるほか、ちょっと今年は名古屋は開催中止にはなっているんですけど、福岡、仙台、札幌、広島などですね、日本各地で広く開催されているドールイベントになりますね。まあ、企業よりは個人ディーラーの出店が一番多いのがこのアイドールかなっていう感じになります。まあ、ここにですね、なんとなく開催の様子のお写真とか載ってますね。まあ、こんな感じでいろんなブースにいろんな即売会が開かれてたりとか、結構なんかドールオーナー同士の交流もあるのがこのアイドールっていうイベントの特徴だそうです。いや、こんなん絶対楽しいじゃんね。無限に財布の紐緩んでまうよね。いえー、最後にこのドールズミスですね。こちらはですね、年に3回ほど大阪で開催されているイベントになります。こちらも手作りグッズの即売会といった感じで、まあ、個人ディーラーがたくさん参加されているイベントっていう感じですね。こちらにちょっと開催レポートがあるので見てみます。こんな感じで、まあ、レポートも載ってますね。撮影ブースとかも用意されていて、あと企業ブースもありますね。結構まあその個人ディーラー、ドールオーナー同士の交流もあるイベントっていう感じですね。はい、ということで以上、キャストドールのいろんなアイテムが揃う代理店とイベント即売会のご紹介でした。今回動画の中でご紹介させていただいた代理店様、あるいはイベントのホームページなどの URL はですね、すべて動画の概要欄に貼っておりますので、ぜひ足がかりに使っていただけたらなと思います。人形のカスタマイズをもっと楽しく、もっとこう自分好みのお人形に、なんかそういったこうヒントがたくさん詰まっていたら嬉しいです。この動画がためになった、面白かったと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram といった SNS でですね、動画の補足情報や、日々のつれづれなどもつぶえておりますので、そちらも合わせてフォローいただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。